クリミア半島の北部ジャンコイにおいて、ロシア軍が輸送していた、巡航ミサイルが突然の大爆発が起きたとの情報を入手したよ。どうやら、この爆発したミサイルは 3M54 カリブルみたいだね。ウクライナ軍の関与が疑われる部分だけど、実際のところはどうなんだろうね。そうだね。さて今回はそんなクリミア半島北部のジャンコイで大爆発が起きた件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年3月22日、クリミア半島の北部にあるジャンコイ付近で爆発が起き、輸送中だったロシア軍の巡航ミサイルが破壊されたことをウクライナ当局側からの発表で分かったんだけど、ウクライナ軍が関与していたかどうかについては明らかにしていないみたい。この事件の2日前に、ウクライナ軍情報総局が、ロシア海軍黒海艦隊のキロ級潜水艦から発射される巡航ミサイル、3M54 カリブルが鉄道輸送中に破壊されたと発表していたことと一致しているけど、これに関してもウクライナ軍の関与については明らかにされていないんだ。潜水艦発射型巡航ミサイル 3M54 カリブルは潜水艦からだけでなく、艦上、地上、空中など、様々なプラットフォームから発射可能な巡航ミサイルであり、マッハ 0.8 の速度で飛翔して射程は潜水艦発射型で約 2000km、艦上発射型で約 1500km とされるシリア内戦でも使用された兵器だね。クリミア半島の歴史をたどると、もともとロシアのもので住民のロシア化を進めている地域と非難されているが、今回のウクライナ侵略を契機として、改めて自国のものであることを主張しているね。そもそも今回のウクライナ側からの発表について、ロシア側からは、ミサイルが破壊されたとの報告はないと否定しているんでしょ？逆にクリミア半島でウクライナ軍のドローンが民間のインフラ施設を攻撃したと訴えているみたいだね。それを裏付ける証拠としてクリミア半島の住民がドローン攻撃らしき爆発音を聞いたことを証言していて、さらにその住民が撃墜されたドローンの破片を拾ったこと以外にも、別の住民が家の近くでミサイルが爆発したため建物の屋根が吹き飛び、衝撃波によって窓ガラスが割れたと語ったことを伝えているけど、動画や画像などは公開されていないんだ。この報道に対してネット上ではロシア側はウクライナ全土の民間インフラを破壊し続けておきながら、クリミア半島だけでなくロシア本土が何らかの攻撃を受けると、ウクライナ軍が民間人をターゲットにしていると世論は騒ぐけど、これが戦争なんだと痛感するよ。ロシアの枢軸国となりうる中国や北朝鮮は、これ以上に身勝手かつ理不尽であり、まさに自己中心的な姿勢であり、日本の共産党の主張を見ても共産主義とはそういうものなんだと、納得させられるとの声が至るところから聞こえてくるよね。一方でウクライナ軍に対して、2023年4月頃までに NATO 加盟諸国から第三世代戦車が供与されることになり、アメリカからは M1 エイブラムス、イギリスからチャレンジャー2、ドイツと他のヨーロッパの国々からレオパルト2を合わせて300両近くがウクライナに引き渡されることになり、ウクライナ兵への操縦訓練などが進められているが、これはナチスの生き残りが裏で操っているとも言われているみたい。西側諸国は戦争を終わらせるのではなく、長引かせようとされていることを懸念するプーチン大統領は、イギリスの国防省が、ウクライナに対してレンジャー2戦車の供給だけでなく、劣化ウラン弾の供給を表明したことが明らかになったことを受け、そのようなことが事実であるとするならば、ロシアはそれ相応の措置を取ると発言したよ。この劣化ウラン弾は戦車の装甲を貫通する力が強く、対戦車用兵器としてよく使用される戦車弾で、微量の放射性物質が含まれるため、国連機関では懸念が示されている事実はあるが、アメリカ軍もロシア軍も普通に正式採用しているものでもあり、このウクライナ侵略戦争においても、すでに使用しているものではないかと言われているが事実確認は全く取られていないようだね。それでロシア政府は悲惨な状況を広がらせないためにも、劣化ウラン弾を使用させることは西側が核兵器を使ったのと同じ意味を持つため、相応の措置を取ると脅しの発言をしたんだろうね。要するに自分たちがウクライナに対して使用しているという言いがかりをつけられた劣化ウラン弾を、
西側諸国がウクライナに提供することイコール核兵器を使用したものとみなして、その対抗措置として核兵器を使用することもやむを得ないと警告したものってことかな。この件でロシアのショイグ国防相はイギリスがウクライナに劣化ウラン弾を提供することによって、西側諸国との核衝突にまた一歩近づいたと発言していて、これに対してアメリカのカービー戦略広報調整官は、ロシアは論点をすり替えようとしているに過ぎない。劣化ウラン弾に関しては数十年にわたり、西側諸国だけでなくロシア軍でも一般的に使用してきたものだ。これ以上ウクライナ軍に戦車を破壊されたくないと思うなら、ウクライナから撤退すればいいだけの話であり、そもそもロシア軍が、ウクライナ領内に存在していること自体が場違いなのだと言って非難しているね。また、イギリス国防省も劣化ウラン弾は世界中で数十年使われてきた標準装備であり、ロシアは、その事実を隠して意図的にデマを流していると枷の意見をして、ロシアをバッシングしていたよ。日本でロシア事情に精通している東大先端研の小泉雄専任講師は、ロシア製の鉄鋼弾の中にも対戦車用に劣化ウランを使用している弾頭を持つ砲弾があるのは間違いなく、今回の侵略戦争においてそれらを使っていないことはないと思われる。要するにこのウラン劣化弾という砲弾は戦車の大砲における通常弾に過ぎない。それに対する報復として核兵器を使用するというのは、あまりにも荒唐無稽である。ロシア側は政治的に西側諸国のウクライナに対する軍事援助を牽制しているだけと考えられる。これ以上の援助をしないようにとの脅しの材料として言っているだけだ。と西側諸国の肩を持った発言をするだけだったみたい。ロシア側では、この劣化ウラン弾の他にも、国際社会から見れば自己中心的で、理不尽な言動が見られると非難されているが、ロシア国家安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領は、もしも、ロシアが実効支配しているクリミア半島を奪還することを目的にウクライナ軍が攻撃するならば、核兵器使用抑止としてドクトリンで規定されたものと照合したとしても、ロシアが全ての防衛手段を使用する根拠になるのは明白だと述べており、ウクライナがクリミア半島奪還の動きを見せれば核攻撃を実施する可能性を示して威嚇しているよ。ロシアにおける核のドクトリンとは、プーチン大統領が2020年に署名した文書、核抑止の国家政策の基本に記されているものであり、たとえ通常兵器で攻撃を受けたとしても、国の存在が脅かされる事態となった場合、ロシアは核兵器で反撃できる、とされているものだね。さらにメドベージェフ前大統領は敵がロシア国家の一部を切り離そうとする試みは、ロシア国家の存在自体への侵害であり、核を含む全ての兵器を使用できる根拠があることを、海の向こうの国家が理解してくれることを願うと訴えた形でアメリカを含むウクライナを支援する全ての国々を牽制したみたい。ウクライナの肩を持つ国々が支援疲れをしている昨今に、善悪の区別がついていない国も多いのかもしれないね。単純にアメリカに嫌われたくないからという理由で炎上している日本には戦後最大の試練が訪れるのかも。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。